皆さん、こんにちは。今回、ご手番でやっていきます。相手の方、試験飛車ということで、ノーマル試験か、何試験かってことなんですけど、うん。<laughs> 動かぬ。動か、というか、8連勝してるんですけど、この人。強くねなぜか気づけば8連勝。この間までちょっと降段しそうで、プルプル震えてたんですけど、達成率も徐々に戻ってきまして、9.1やったかな今、9.1ぐらいまで来てるんで、 いい感じかなと思うんですけどいや今最も熱い戦型いっちゃいます今一番熱い戦型ってあ待って丸がなんかおしっこしてる気がするんですけど気のせいですかちょっと待ってくださいいやどっんいやーなんか嫌な場所でしてるんじゃなんか嫌な予感するんですけどまぁ、あ、いいでしょう今一番熱い戦型はこれでしょうょ君どこ君どこ君,君どこ行ってたまあいいや <laughs> まあいいやじゃあ一番熱い線形といえばこれはいフリビシャアナグマですね角交換研究所とは何でしょうかっていうことなんですけど、まあ、核交換もたまには休日が必要そういうことですねやっぱ核に労働基準法違反で訴えられるの嫌なんでたまには休ませてあげようかなっていうことなんですけどいやー栄養戦第3局皆さんご覧になりましたあれなー あれっって欲しかったなあねなって <laughs> いや別に藤井竜叡を応援してないわけじゃないんですけどやっぱそろそろ誰か勝ってほしいなっていうのがちょっと正直自分の中ではあってでこの第3局勝ては菅井さんが2一で相当熱かったじゃないですかねあれ しかも形勢相当良かったからな相当てかまあ評価値えっちょっと待って待って待ってじゃあ待ってそれどころではないんですけど何それタップミスって感じでもないしな意図的な金上がりにな気がしますねまあでも最近こうやってバランス取るの増えたけどそれにしてもなそれにしてもすごい金上がりなんですけど、まあ、こっちは玉引いていきましょう いやそうか。いやそう、栄養戦第3局、この間菅井さんが勝つと、第4局を、あのー、先手版で迎えられたので、それも大きかったですよね。まあ、当たられば言ってもしょうがないんですけど、まあ、金よりぐらいで一回固めて、相手の方の銀、これがどう来るかですね、こうこうで来るのか、そうそう、風付き銀上がりで来るのか、が一つポイントなんですけど、銀、まあ、風付くか。 昔、小学生名人戦がテレビで放送されて、鈴木大輔九段が解説だったんですけど、なんか負けた子が振り飛車穴熊で、勝った子が居飛車急戦だったんですよね。で、負けた子が、あの、負けた子に対してアドバイスするときに鈴木九段が、もうここをついて玉党をひたすら狙えば、勝ちやすいのにみたいなことを言って、子供泣くっていう、そういうシーンがあった気がしますね。それ以来自分は、 もう絶対ここは狙おうと心に誓ってるんですけど。なにそれタップミスやったんかなこここう上がってこうこうするのは最初からこう金、この金をこう上がるのと一緒なんで、タップミスなのかちょっと間合いを測ったのか難しいけど、なんとも言えんなこれ。うん。こう上がってちょっと他の変化に備えた可能性もあるんで。しかも、こうタップミスってなかなか、 こう上がろうと思ってこうタップミスするってあんまりない気がするんでまああるかもしれないけどこれは難しいところですけど現代だと狙ってこうしたと言われても不思議ではないでまあどう駒組みしていくかなんですけどどうしようかな風ついて金上がりで飛車回るとかあるけど なんか最近の将棋だと歩をついて金金ってこうモリモリっといくのも考えてみたいからちょっと風ついて様子見るかまあここついてすぐ次金上がらないといけないわけではないんで、まあ、ちょっと上がる手も見せながらっていう感じでどうですかね金上がっちゃうかちょっと角でがななんか金取りになるのが気になるんですけどまあ角出には風つ突いといて大丈夫かうんこれで ちょっともう固めて攻めれば勝ちそう皆さんこうやっぱ最近ソフトの影響で将棋を難しく考えすぎなんですよねもう固めて攻めれば勝ちはいそれだけ <laughs> 絶対嘘ついてるやんこの人絶対嘘ついてるまあ飛車回っていきますかでもな飛車回ると風つかれるんですよね ただまあそうやって戦いを起こしてくれれば相手の方ここバラバラやし銀使えてないしでまあこう相手の方が不自由というかなんかこう戦いに向いてない陣形の時に戦いを起こせるからまあいいでしょうっていう感じでいきましょうで銀上がって引き締めてきたんですけどこれはこれでまあ先行できるので先攻めれるのでまあよかろうなんじゃないかということで同金いいんじゃないの 気持ちよすぎるんですけど、勢いだけは。次、ふーって角引いて、ふーついて同歩で、角道通して、金出て同金同角で、ウェーイっていけば、もう勝ち。えーそれもウェイですよ、ウェイ。ウェイ攻め。え、ウェイになるしかないんじゃないこれ。ふーついて同歩。で、金出て、同金同角。まあ、ふー、あ、まあ、金打つのはな、なんかそれ、かえって危なそうやから、ふー打ってくると思うんですけど、 なんか、フーって同銀角りとかね。いいんじゃないまあ、それちょっとやりすぎかな。うーん。いやー、でも、フーつくちょうど抑えきれないですよね。これ、ちょっと薬物ぐらいの中毒性あるんで、このフーつきは。大人はフーつきなんかなプロはなんか、ふーフーってついて、フーを絡めて攻めていくような気もするけど、そんな大人にはなれんよなー。 いややっちゃうよな全然先読めてないけどこれ気持ちよすぎてやっぱ角使えるしうーんちょっと懸念はこれが残っちゃってること振り飛車穴熊あるあるこれが残りがちそしてこれが残ると大体負けしかしそんなことは関係ないこれが働いてないっていうことが目立たないうちに攻め,攻め倒せばいいわけなんでそうああね あー、ね、取って銅銀だと金出られて意味ない気がするんで取ったら飛車回るってことですかね。それはあーねって感じですね。あーまあそれなら大人になろうかな。大人になろうよで風ついて風ついて。まあ銀上がられちゃうとちょっとここが手厚くなって簡単に突破することができないんでまあ風ついてちょっと攻めの厚みを増してこう風つきから。 攻めていこうかなっていう思想の持ち主なんですけどまあ行くか取られてもまあつけばいいんで、まあ、これ取られても別にそんな痛いわけじゃないんでこれで封打つとはいもう気持ちよすぎるこれ刺すために将棋やってますから僕この小瓶攻めするためだけに将棋やってるんでうんでこれ金でいくのはちょっと筋違いなんかなまあ普通は歩でこう押し上げていく方がいいんで 具体的には金出ると歩打たれるぐらいでも、まあ金出たら同銀同角歩打ちかなってなった時に、ここの角が邪魔で歩が前に進めないんで、これは歩かないや気持ちよすぎる、マジで。薬物ですわ、これ。将棋は薬物。これ角出る手があるのはちょっと軽快なんですけど、まあ歩で止めてきましたね。まあこじ開けるために歩打ちますか。同歩なら歩成りが、 角で大手ですよっていう狙いで、まあ、放っておいたら封なって、まあ何で取ってきてももう一回フーってこう拠点作りながら攻めとや,やらしいね、やらしいですねーこれは、うーんいややらしすぎるエロすぎますねその手はさすがに、まあ、でも使えてない銀で受けとく、まあ、受けない手もあるよなもう封なり同形封とかで。 だフーなりっってて何でで取ってくるんですか、ね、まあ同桂か同玉は金とかで迫れるから同桂で風打った時にフーなりかまあでそこで飛車逃げといてぐらいでもまあ勝ちっちゃ勝ちな気がするけどなうんいや銀引くとちょっと嫌なのが風突きっていう手があって角道止めますよと同角で取れるんですけど飛車回って角取りですよと。 でフーとか打って角取り受けてもなんかもう飛車ぶっちされてこの角取られちゃうとこのラインで攻めることができなくなるんでちょっと嫌かなっていう感じはあるんですよねだからもうフナりでいこうかなとも考えてるんですけどナリ同桂フ歩成りまあでもこんなとこに時金作らす人らんかこんな銀引く味のいい手もあるし使えてない銀で受けるっていう。 味良さそうな手もあるんであそこでねこれは風なりに銅銀のしそうですかねまあそれでもそれでも風なるか同桂は風同金は風でどっちも困りそうなんで同銀ですかね同銀だと風打ちに銀引きで受けれるんでただまあそれも壁ですごい形ですけどね、うん、まあでもとりあえず一回打とう風で壁にさせて 飛車浮きあ、でも飛車浮きは角出られるか。飛車浮いてこう飛車で取ろうっていう手なんですけど、飛車浮きは角出られて、まあでもそこで封付きで角道止めて、同歩なら飛車で取るっていう手はあるか。うん、ちょっとこれ取りに行こう。これ残ってると気持ち悪いんで、消しに行きます。これ消せるとなんか銀上がり銀引きとかでくっつける手もあるし。まあ銀引き銀上がりで今くっつけれるけど、やっぱこれが残ってると銀引きにくくなりで時に作られちゃうんで、 もうこれが使えたら言うことない。うん。これが使えたら負けてもいいってやつですね。ダメなんですけど。これ使えなくても勝てた方がいいんですけど。まあそれぐらい気持ちいい。で、これは予定通りなんで、封ついて、角道を止めますよと。これ、酔ったら拠点消せるだけじゃなくて、くなり狙えるのがでかいですよね。とって。はい、気持ちいい。やばすぎる、この将棋。マジでく、久保利明九段が乗り移ってるかもしれん。それは失礼。 それは失礼なんですけどそれぐらい気持ちよくさばけてる気がする振り飛車どうなのかなやっぱ時代は振り飛車居飛車は終わりました倍 M 七段金寄って同銀同飛車まあ金銀交換なんでちょっと不満ですけどこの銀いなくなれば不成りとか銀打ちとかいろいろ狙えるんでまあもうぶつけていきましょうじっと銀上がりっていうのもオツでしたけどね こう、銀上がっておくっていうのも、ま、なかなか風流な感じでしたけど。これで、同銀で、金打ちがちょっと嫌なんですよね、これ。まあでも、金打ち、打っちゃうと一番、これ、それ嫌かなと思ったんですけど、一番下へ引いた時に、なりと銀打ちの両方が浮からないですか。だから、ここで焦ってなりとかするよりも、まあ、引く方がいいですかね。引いといて。銀打ちとなりを狙う。 いや、強すぎん振り飛車グマあかんわ、チートこれ。チートチート。完全にやってる。これ、風打ちますか。同金なら銀打ち。金よりは風り。風打ちに金引きは割り打ちの銀。まあ割り打ちの銀打つか微妙やけど、まあ、叩きのポで、一回叩ぽで叩いといて、叩ぽいっといて、まあ金引かれた時な、銀打っても逃げて銀なり同金で突破できるかは怪しいから、 うーんまあ銀打っとくか銀う置いとこと割り打ちなんか意味があるのか分かんなかったんでなんか銀渡しちゃうだけになっちゃうかもしれないんでこうやって絡んどいて風にはなんかちょっとーとかなと思ったんですよね。これが次なり同金なりを狙いつつ角道止める手になっててきついかなみたいなそういうノリそういうノリを見せていきたい。 これすごいっすね。こんなん見た <laughs> これ冷静に見たらすごいな。こんなん見たことないですね。お危ねこの4つ拠点並ぶとか、人生で初めて見たんですけど。そんなことあるんや、将棋って。まあ、これ、同飛車、角のライン入っちゃいますけど、同飛車で取りましょう。これ取る、味も残るんで。うん。え、こんなことあるこれ、空気持ちよすぎるわ。うーん。うーんって。そ気持ちよすぎますね、これは。あこれは負けられない。 この将棋だけは負けられないこんだけ拠点作って負けることは許されない引いてきましたまあ、取っときましょう角のラインからかわしつつまあ拠点払いつつもうこれ次絶対銀やがろうこんな気もああそれはちょっと違うな <laughs> それはちょっと違うというかそれはちょっとうんいや時間がないのかちょっと待ってこれ時間負けで負けるとか嫌なんですけどまあ一回取ります同金 じゃ、あ一回銀上がりたい。銀上がる衝動が抑えきれん。まずい。多分金とか打って決めに行った方がいいんですけど。それ金打ちで。同金同くなり同飛車。あーでもちょっとなーこれ同金同くなり同飛車角通ってくるから。まあ、船りがほぼ詰めろやから勝ちやと思うけど。うーん。船りほぼ詰めろかな。同金同くなり同飛車風なった手が。まあ、金打ちから迫っていけば相当危ないんで。うーん。うわー嫌なことするね。 あでもそれっった手がいいいんじゃない船に狙って角道も止まるしこれは相当逆転なくなった気がするけどフラグと一回取る一回取っていや一回取るなよなんで今風ならへんねんまあ、飛車取るのは金とそうそうそうんそうで今風ならんかったん一生問いただしていきたいその罪について一生問いただしていきたいんですけどいやこれ何回見てもすごいなもうこれすごいしか言えない角出てとりあえず。 金打ちとか狙って金打ちかな同金にふなりがきついか金打って同金なりがきつそうあだからかわしてくるうなったら角取られるまあなんかカランドカラミティーでも意味ないかちょっと待ってちょっと待って手紙飛車浮くいやなんか違うことしてんななんか違うことしてるぞこの人まあでもこれで書くもつけたんでかいか飛車よってほんまかよ <laughs> うさんくさいなぁなんかもうちょっといい決め手があったような気もするけどまあまあこんなもんか銀もらえば銀打ちあるしうんそれで飛車取ればまあ飛車打ちでもう大体詰みみたいな形になるからいやーそれ捨ててくるよね同銀で小瓶が開いてこう大手っていう手ができやすくなるんでまあまあでも具体的にそれを実現する手はないかなっていう感じ銀打って取ったらまあ引いときましょうガッチャンコしといてガッチャンコしといて あガッチャンコここ逃げられるかまあ取ったら飛車取るかで角取ってって感じでいきましょうふうなっていやーふうなるのかふうなるのかーふうなるのかなー取って取ってはいいか同飛車は角なりがある同金は同銀なりああそれは角をなった方がいいのかないやーこれ大手飛車があるなんか怪しいな <laughs> なんか怪しいことしてるぞこいつ。 なんか怪しいことしてますね。角にはまあ、飛車引いとくこんな将棋じゃなかったんけど <laughs>。まあ冷静に見れば常にいいと思うんですけどね。まあ金打って、角打って、角に飛車引いといて、まあまあいいでしょう。うんうん。悪くはない。全然いいのはいい。ただ時間がちょっと怖い。飛車引いて。飛車引いて行きましょう。いやーでもこれ次相手玉どう寄せるんやろ金取って同飛車ならくなり、金取って同玉なら金打ちとかで迫るのがいいかな。 飛車打ちにはまあ金打ちでガッチリ受けとけば寄り形だと思うのでうんいけるいけるちょっと待って40秒まあ40秒は結構耐えてる3切れでこっちとらこっちとら鍛えてますからこっちとら3切れでしばかれてこの切れ負けの体勢はついてますから金取ってあ同飛車風なり飛車走りまあそれが詰めろじゃないから風垂らすぐらいでもいけるか銀打ち同玉で大丈夫ですよねうん 封垂らせば必死ですかね。こっちの玉が積むかが問題ですけど、あーちょっとそういうのやめて。これは飛車取りからの詰めろ。取られたらと金引きが一応大手飛車。だから、まあ打ったりしても、まあ金かぶりついて、これで金かぶりついて、これがまたと金で飛車取れてからの詰めろ。まあさすがにもう受けないかな。てかそう言ってもらわないと困る。相手の方金銀がないし、 補充する手もないから、これは、あー、それはね、これで罪かな。同銀はと金、同玉は金打ちから押していけば、罪かな。あ、それがあるのか待って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 待て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 やばい人やん。やばい人ですやん。知ってた。やばい人なのは知ってた。まあ、これで風に桂馬打って、風に桂馬打って大丈夫かな。 ああ、一回大駒近づけていくよ。でもそれ近づけちゃうとかえって積みっていうことはあるか。いや、でも風で同飛車、これ同銀桂馬で積みですね。同飛車にまあ風打つか。まあ桂馬打って積みそうな気もするけど、これで風打っといて確実にいこう。これでもう本当に受けないでしょう。風しかないんで、さすがにもう受けはないですよ、これは。さすがに大変風打たれた時わかんないけど、取って同銀飛車。これは 銅銀ああ、いや、ちょっとな、ちょっと今なんか取ると銅竜で粘られる筋があって、でもこれ金打たれるんですよね。そう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 ,そう。あ、これはさすがに詰みでしょ。これはさすがに詰まそう。うーなって、銅銀で飛車捨てて、全然読み切れてないけど、目分量詰み。目分量詰みってやつですね、これは。でも手数がかかりそうで、時間が間に合うかなんですけど。 目分量積みではある1十四4手させんのか20何手詰めまでなら耐えうーんこれで金打っていけば積みでしょう金打って積まんってことあるいやない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 積んだ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 けどこうでこれ上がると金引きで詰まします同玉なら馬で桂馬取って積みます怖いこれで逃げたら飛車同玉なら馬引き これでうまく利いて逃げたら飛車逃げたら飛車逃げたら飛車でどこに逃げても飛車打っていけばあと3手ぐらいでいけるかなうんどこ逃げても3手詰めですねあと10秒あるからこれあと空いてますねやありがとうございましたというわけで感想戦なんですけどもグラフはこんな感じになってます後手番だったので下に触れてたらこっちがいいんですけども見てくださいこの綺麗な押し切った図を皆さんも振り飛車アナグマの時代が来すぎてるんでこれ刺さない手はないですね 振り、はい、飛車アナグマを使うしかないあの藤井叡王に勝てるのも振り飛車アナグマしかないとまああれは完全に菅井さんが強すぎたっていうだけだと思うんですけどはいまあというわけで押し切れましたね今回はまあなんかそうですね途中まあ最後の方なんか時間なくて焦ってましたけどまあまあ特に逆転とかはなく押し切れてたかなと思いますで今回はどこで良くなったのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います 結構良くなってからはすごいもう押し切れた感じだったんで割と序盤がポイントかなっていう感じですね。ここですね、今飛車を回ったところ。あ、ちょっとちょっとちょちょ、こう三間飛車から袖飛車に振り直してこれ振り飛車穴熊でよくある手筋でこうやってこう相手の格闘を狙おうっていう攻め方なんですけどここで銀上がりが結構危なかったっぽいですね。まあちょっと読み込み甘いからかもしれないんですけど まあまあでも読み込ませてもそうですねマイナス500ぐらいになっててでこっからどん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 形勢がさあ広がっていったのでうん結構ここがポイントかなと銀上がってこう本譜封突きってなったんですけど結構相手の方受け一方の展開になったんできついなあっていうところですねじゃあどうすればよかったかってことなんですけど香車上がる手の方がソフトいくよかったみたいですね これ何が違うかっていうと、本部みたいにこれ風付き同歩同金って攻めると、まあこれも有力だと思うんですけど、玉引くっていう手があって、まあただ穴熊にしただけなんですけど、玉引いとくことで、風打ちに角をここに引けるんですよね。こっち側じゃなくて、こっち側に引けるのが大きくて、こっち側に引くしかない展開だと、まあ本部そういう展開だったんですけど、 ま、本譜みたいに、こういう角のラインで攻められて結構受けづらいっていうことがよくあるんですけど、玉を引いておけば、角をこっちに引くことができて、こっちに引けると別に、ま、なんか、こんな感じで攻められても、ま、ど、あの、角取ったりして受けやすいんで、うん、こうされると、ま、こっちとしても、 まあ簡単に突破できる将棋ではなかったっていう感じみたいですね。まあでも強者上がるっていうのもな、ちょっとその瞬間すごい不安定なんで、この強者上がった瞬間が、強者上がった瞬間が不安定なんで、まあソフトもなんか風ついて暴れるとか言ってましたけど、あれこれでも500点差ありますやん。<laughs> 話違いますやん。まあこれでもいいのか。まあでもちょっとこっちの方が先600点ぐらいだったんですけど、 ま、こっちだと400点台なんで、まあ、こっちの方が、ああ、でも読み込ませるとあれやな。結構差ついてくるな。え、振り飛車穴熊強すぎん振り飛車穴熊強すぎんってことあれ、600点なっちゃったし、もうな、もう何の話やったん何の話やったんっていうのはあるんですけど、まあ、さっきお伝えしたことに別に嘘はないというか、こう角引ける展開になると、受けやすいっていうのは覚えとくと。 こう攻められた時に受けやすくなると思うんでまあそ,のまま残そうかなと思いますねはいまあそういうじゃあもうちょっと前から相手の方工夫した方が良かったっていうことはあるんですかねうんでも6四金ああもうこの辺りで仕掛けるとかもあるんかか銀使うかあえと銀使うかまあでも500点ぐらいさあついてる。 はい。結論、振り飛車穴熊最強。はい。皆さん、これ使わない手はないんで、使いましょう。はい。あのー、強すぎます。これチートなんで、ついにチート戦法を編み出してしまったので、皆さんやりましょう。はい。といか、なんか、何気にちょっとこのキンキンの構想が良かったかな。うん、それが本部生きたっていうのもありましたかね。はい。皆さん、あのー、達成率、ちょっと最近伸び悩んでるなっていう思う方、もうこれ使えば爆上げ。爆上げなんで、 はい使いましょうというわけで <laughs> あの負けてもあの責任は取りませんということでやっていきますはいというわけで最後までご視聴いただきありがとうございましたえーと良ければ高評価コメントいただけると嬉しいですありがとうございました実践で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信していますまた右士兼務者の指し方をまとめた電子書籍も配信しています詳しくは概要欄をご覧ください